帝国装甲区。なんか実家のような安心感があるよね、ここ。この国にいる神全員女性で、いい神ばかりだからね。それじゃあ私は一回研究所に寄ってから帰るね。お疲れ様、明日も頑張ろうね。また一緒にお買い物行こうね。うん。さて、帰って月下ちゃんと次の物質の話するぞ。相変わらず元気だね、ソフィアちゃん。さすがは帝王新候補ってことね。そうだ、今日買ったお菓子一緒に食べない、私の部屋で。いいわね。ふん、とりあえず行こうよ。うんうん。よーし、あこれを月下ちゃんに復定してもらってみんなに配ろう。うまうまー、あまあまあ。うわぁ、研究所は少し狭い、というか殺風景だ。どうしたの、もうプライベート時間なんだから仕事ばかりした。ソフィア師匠。見ない顔だね、シンミリさん。すごい、帽子は違うけど、見た目はそのままだ。ちょっと、もう少しゆっくり移動してー。あ、せっか、この子は誰、シンミリの子。いや、この子未来から来たらしくて。せっかママとパトパパの娘のルカです。じゃあ、でも言われたらせっかに似てるね。それで私のことを師匠って呼んでたけど、未来ではソフィアちゃんから能力を教わってたんだって。うん、所属の技術開発部隊だよ、私。へぇ、それじゃあ未来の部下ってことだね。それじゃあ研究もいろいろ教えてもらえたり。ごめんなさい、それは無理なんです。物や何かの痕跡を残すことは許されてないんです。記憶に関するものは私たちが未来に戻れば修正されるんですけどね。なんだ、それは残念。いつまでいるの。私たちが納得するまでですね。なら時間はたっぷりあるね。あ、私、戻ってていいか。今日は私の部屋でお話だ。もちろん、月下ちゃんも呼んでるよ。やっほー。わ、私はパトに呼ばれてるから。どうしたんだろう、ママ。さあ、それじゃあ早速お部屋に Go。メリアに呼ばれたけど、多分あの子だろうな。メリア。ご主人、お呼び出ししてすいません。お父様。君がリリア・メルトリア、だね。知ってたんですか、ご主人。ルカから聞いたよ、さっきまで一緒にいたし。ルカはちゃんとこの時代のこの場所に飛んでくれたんですね。安心しました。じゃあ、今からルカのところに行く。二人で来たってことはペアで何かするんでしょ。いえ、二人に特に意味はないですよ、ご主人。はい、ただ僕とルカは常に二人でいたから、今回の試練もお母様や白様のご厚意で一緒に連れてきてくれたんです。まあ、二人以上はダメってルールもないですしね。人間界でいう修学旅行みたいなものですし。それじゃあ歩きながら話そうよ。へぇ、じゃあリリアは先行部隊所属なんだね。帝王直属と悩んだのですが、そっちはどっちかというと健康管理とか、帝国の政治関係がメインだから。でも政治の権限を握っておくと結構便利ですよ。僕はお母様みたいに周りを集めたり、丸め込む力はないもので。今の時代でも上級神以上の女神7長を集めてるんだからすごいよ。お父様、安心してください。まだ増えます。僕も10兆超えたあたりから考えるのをやめました。何十年経っても俺の風浪被害はなくなりそうにないね。ノーコメントでお願いします。その発言で大体察したよ。いいもんですね、将来こうやって家族で話しながら歩ける時が来ると思うと。そういえば次世代の帝王新候補は何名いるんですか。18名ですね。多いんだな。各専属新勢力から1人、あとは皇帝神のメルトリア一族や他の突然変異種の神ですね。おい待て、各専属新勢力ってなんだ。各専属神様とお父様の子供たちのことですが、ご主人、これから頑張るんですね。ちなみにだ、リリアは何人兄弟だ。僕は1人ですよ、ルカは4人ですね。まあ、神は遺伝結晶さえあれば好きなタイミングで作れますから。コトカ様勢力と月下様勢力が確か2人で、カナ様は1人、ハク様は3人、ソルテ様とラル様は1人ですね。ソフィアとアリシアはいないの。アリシア様は5人、ソフィア様は2人ですね。ご主人、何年後かはわかりませんが22人は突入いますよ。そうか。ちなみに神界では普通なのか。私の兄弟が10人いますし、まだ少ないと思いますよ。お母様の場合、作ろうと思えば100人ほど作れたそうですが、そのためた遺伝結晶を全部私に使ったそうですよ。そんなこと実の娘に話したの。私。遺伝結晶って何？人でいう受精卵みたいなものです。聞いた俺がバカだった。ルカ、無事でよかったよ。リリアちゃん、遅かったねー。こっちはほっこりしてたよ。この子、すごく頭いい。勝てない。あのソフィアを疲れさせるなんて。ねえねえ、今日はソフィア師匠のところで寝ていい。大丈夫だよ。まあ、普段元気すぎるし、いいと思いますよ。やったー、そうだ、まだソフィア師匠お風呂まだでしたよね。大浴場に行きましょう。うん、わかった。それじゃあレッチ終わらないでー。ソフィアがあそこまで困惑してるの初めて見たよ。
私もです。ゆかちゃんがいたら当分は静かですね。というかゆかちゃん、さすがゼリカちゃんの子だけあって面影がすごくあったわね。この時代のソフィア様はまだ最高偉大賢者の帽子をかぶってないんですね。最高偉大賢者の帽子、ゆかがかぶっている帽子ですよ。あの帽子は全世界で最も開発実績を残し、最優秀と認められた神だけがかぶれる代物なんですよ。ああ、そういえばその帽子のデザインと似てましたね。全く気づきませんでした。ソフィアって将来そんな偉い業績を残すんだね。ソフィア様と月下様ですね。その次がルカだったので、今の技術開発部隊が将来安泰でよかったわ。ねえ、時間も時間だし、もう寝ないか。そうですね、リリア、あなたは私と一緒に寝ましょう。本当ですか、ありがとうございます、お母様。まずはお風呂が先ですね。さっき入ったばかりですがもう一度入りましょう。わかりました。それじゃあ俺は寝るね、おやすみ。おやすみなさい、お母様。さて、メディアから聞いたけど、本来、時渡りの試練に来た神はその時代の親が試練を与えるという話らしい。はい、こちらの代の親が問題ないと思えば未来に返し、ダメと思った場合、未来を変え、その子を消すというのが試練の目的です。その理由のため、本来その時代の人に正体を明かすのは重大な規約違反なのですが、試練の時のみ、許されています。ということで、俺たちから試練を与える。何でもこなしてみせます。どんな使命でも必ず遂行します。うん、それじゃあ発表する。この時代の出来事、知識をしっかり学んでいくこと。せっかく来たんだからしっかり学んで帰りなさい。私たちも時間があればいつでも手伝うわよ。せっかく来たんですから、楽しんでいってください。というのが俺たちの考えでね。ルカやリリアの時代ではありえないことや、不便なこともたくさんあるだろう。だけど、その不便を乗り越えて今の二人の時代があるんだってことを実感して、二人のその先の未来に大きく貢献してほしい。わかったよ、パパ。それがお父様、専属神様方の命令ならば喜んで。よし、それじゃあ今から二人とも、地球に遊びに行くぞ。俺たちがこの時代の遊びを存分に教えてやる。はい。その前にパパ様は授業ですよ。あと、帝王の仕事もお忘れなく。二人とも、遊びは後でね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。